夜に着火するんですけども、すぐ炭ができますよね。で、炭はよく見ると穴いっぱい開いてますよね。穴いっぱい。で、空洞があるから空気含んでるので断熱材の代わりをします。ですので木材というのは外部から熱を受けて表面に自分でですね、それ以上熱が入ってこないように表面に断熱材を作ってですね、入らないようにするんですね。で、断面が大きければとか、板が厚ければですね、その断熱材である炭がきれいに形成されるので、なかなか中に燃え進みません。で、そういったことを利用しやすいのは下の循環化建築です。ということになって、ゆっくり燃えてくれよって言ってる建物なので、利用したのは循環化建築物ということになります。ですので、厚く太く使えば大体循環化になります。あとちょっと事例を出しますけど。じゃあ、耐火ってどう考えたらいいのっていうことなんですけども、火事の後も建物を建ててくれよということですね。で、そこに太い柱、立ってますよね。30というプロジェクトですけども、あんだけ太かったら火事の後でも燃え残るんでしょうねって聞かれるんですけども、例えばこの中で1時間火事が続きました。で、あれ断面すごく太いですけども、次の日にはなくなってます。そんなもんです。消えないんです、一回火がつくと。ですので、なんか小口に小口にちょっとなんか色の違う層がついたりしますけどもあれついてない、諸事情によりついてないらしいですけども、そこに寝てる耐火部材がありますけども、一回火がついちゃうんだけども、勝手に止まる仕組みを作ってるということです。で、後で見てもらうとですね、鉄骨が入ってたりしますけども、鉄骨が入ってるおかげでですね、木材ずっと断面減っていってですね、鉄骨が裏から吸熱してくれるのでよう燃えなくなってくるんですね。よう燃えなくなってきて、鉄骨から 2,3 ミリ残してですね、綺麗に火が消えますというような仕組みになっています。ですので、一回火がついたものを消えなくするっていう考え方と、完全に耐火被覆で覆ってしまうという考え方を提案したんですけども、そうすることによってやっと耐火建築物にできるということで、ちょっとグレードが準耐火でできること、技術開発ですね、耐火建築物だいぶハードルが違うんですねということになっています。ちょっとここは長くなっちゃいましたけども、はい、それでですね、皆さん防火性能が高いっていう言葉をいろんなところで使われると思うんですけども、実はいろんな視点があるんですね。いろんな視点があります。で、一番分かりやすいのが、木材の壁に着火マンで火つけてカチカチやって、あ、これ火ついたから、やっぱり木は火に弱いなとか、石膏ボードの壁だったら火がつかないから、それは火に強いなっていうふうに言ってるのは、それは実は着火防止性能っていう視点があるんですね。着火防止性能ただ。で、それ以外にも実は発煙発熱抑制性能とか書いてありますけど、表面に簡単には火がつくんだけども、煙とか熱を出さない。それも実は材料としてはすごくいい材料、防火材料としてはいい材料なんですね。で、下の2つに書いてあるのは、炎症防止性能っていうふうに書いてありますけども、これは例えば外壁がなかなか燃え抜けないとかですね、トライの家で火事になってるのになかなか燃え抜けてこないければ、うちの家の外壁防火性能高いやろっていうふうに言うわけですよね。ですので、壁としての炎症防止性能を持ってればそれでも防火性能高い。で、もしくは建物がなかなか倒れないとですね、火事になってもなかなか柱細っていって倒れないっていうと、うちの建物火事になってんだけどなかなか倒れへんのよっていうので、それも防火性能高いという言い方をしてますけども、で実は木材でこの性能を出そうとすると、上の2つっていうのを達成しようとするとどうするかっていうと、薬剤で処理をするっていう方法です。薬剤治療、どんなに厚みを増していっても着火防止性能っていうのは、上がりません。どんなに厚みを出しても。ですので、ここで言ってるの1番2番内装制限っていうふうに書いてありますけど、ちょっと建築以外の方がいらっしゃったらなかなか分からないんですけども、内装制限っていうのは表面に火がつかずに内部の 中を逃げる人がですね、煙に巻かれないようにしてくださいっていう性能なので、木材でやろうとすると、薬剤処理で燃えないようにするしかない。ただ技術としてはもうできるわけです。できます。そういうことができます。20分間燃えない木材ができてます。不燃材料の木材ということですけど、20分間燃えない木材ができてるわけですよね。
で下の2つ3番4番っていうのは燃え抜けないっていう性能ですから、これを木材でやるためにはどうするかっていうと、太く厚く使うっていうことになってきます。でちょっと耐火部分になると途中で止める、もう燃焼を止めるっていうこともあるんですけども、ですので同じ硬化性能っていうふうにごっちゃに使ってるかもしれないんですけども、それによっていろんな視点によって木材の活用方法が変わっていくということです。はい、それでですね、ちょっとあんまり喋、ってるとあれなんで、ちょっと待ってね。それで、ちょっと分かりやすい図にしますけど、今の日本の基準でいくとですね、木造、2002年法律が大きく変わってですね、木造で耐火建築物ができるようになったので、4階建てとか作れるようになったわけですけども、法律上はですね、超高層も木造で作っている法律になっています。超高層。作る必要があるかとか別の議論なんですけども、法律上はいいんですけども、技術としては今4階建てを木造で作る技術がもうすでに実用化されて、だいたい2000棟ぐらい建ってます。4階建てじゃないですよ。4階建てが作れる技術で2000棟ぐらい建っています。建っています。で、その中でじゃあどんな建物建ってるのっていうことなんですけども、ここには3つ方法が書いてありますけども、耐火建築物っていうのは火事などを建物建ててくださいということなので、完全に燃えないように覆ってしまう、耐火被覆してしまうんですね。鉄骨像と同じ考え方ですね。鉄骨像も耐火被覆するから耐火建築物になるんですよね。そういうふうに木材を完全に覆ってしまう、被覆型と呼ばれるもの、これがもう2000棟近くと。それとそこに鉄骨内蔵のやつが置いてありますけども、鉄骨を中に入れてですね、主構造体としては鉄骨が効くんですけども、木材を耐火被覆的なところに使ってるっていう技術があるんですけど、これ日本で2棟建ってます。2棟建ってます。2棟しか建ってないというか、2棟も建ってるというか、ちょっと言い方があるんですけども、ですそれで真ん中のやつが一番木材も見えて、純木造で、耐火部材としては一番皆さん使ってみたいなと思われるんですけども、技術開発はしているんですけども、まだ一棟も実用事例では立っていません。まだ立っていません。ですのでこれからの技術なんですね。どっちかというとここ10年ですね、法律が変わって木造耐火建築物いいですよっていう